った4連敗、7日目からはさらに6連敗と散々な場所で、勝ち越しも4で止まったという先場所のガガ丸です。先場所は4勝11敗。さあ対する照強です。照強は先場所8勝7敗、13日目秀ノ海戦で勝ち越しを決めました。その後はちょっと連敗で終えたんですが、去年の9月以来十両での勝ち越し。そうなんです、実は名古屋グランパスのサポーターだと。ここは愛知県名古屋市名古屋城の敷地内にありますドルフィンズアリーナ、バスケットボール B リーグ名古屋レッドドルフィンズのホームです。愛知県大会ですね。さあ気合がみなぎります。過去一度対戦しています。まず塩見てみましょうか。これ名物です、ソルトシェイカー。過去一度対戦、去年の九州11月でした。この照ノ富士が右で張って中に飛び込んでいきました。しかしガガ丸が抱えてのしかかるようにしてはたき込みで、その時はガガ丸が勝っています。さあ体重差は90キロ近いんじゃないでしょうか。84キロの差があります。数字上変わった、右に、うわー、押しつぶした。右にこう少し変化するような工夫をしてきた照強ですが、中丸が跳ね返しました。ただいまの決まり手は押し出し、ここ左がはずにこう当たっていたんですね。右で最後押し出しです。